今若干のリバウンド気味なところが悩みです。大天使ってさ、なおぽん知ってるよね。いいね、いいね、よかった。大逆だね。こんにちは、エイミーのダイエットサークルです。今日は今でもとっても仲良しな元生徒さんがお悩み相談にご協力くださいました。ダイエットプログラムを終了してからのリアルな悩みや、途中におすすめトレーニングも出てくるので、ぜひ一緒にやってみてください。ではお悩み相談スタート。久しぶりなおぽん、ありがとね。本当いいえ。元気だった？今の私の悩みは2ヶ月で頑張って6キロ落ちて3期の目標を達成したから、そこで気が緩んで今ちょっと若干のリバウンド気味なところが今の悩みです。おー、そうなのか。やっぱね、なんかダイエットしてた2ヶ月間、自分の体と心と顔と体重計とすごい向き合ってきたから、なんかやっぱそういうのでさ、あ、この辺太ってきたなとか、やっぱ分かるようになったから。本当。え、じゃあ、なおぽんの悩みはリバウンドしてしまった。それをなんとかして戻したいっていうのが今のなおぽんの目標？うん、そうですね。うん、でもやっぱリバウンドして戻したいだけじゃやる気が出なくて、やっぱりなんか前みたいにいつまでにこんだけっていう具体的な目標があると、そういう目標の立て方の方が自分には合ってるのかなって思った、うん、なんかないかな。あ、今考えた。なになに？2月に誕生日があるから、あの時私ここはピーってやってね、うん、キロだった。だからちょうど1年前ぐらいだから、誕生日までに1キロ、1年前から10キロ痩せましたって、すごくない？それはすごい。そう、すごいでしょ。2月の末までにそれにしよう。いいじゃん、いいじゃん。だから1ヶ月1キロペースで落とせば間に合う。そうだね、そうだね、1ヶ月1キロだね。本当にそれにするわ。おお、いいね。だから大きな目標としては、次の誕生日までに1年前の自分からマイナス10キロ、うん、すごいが目標。それを叶えるために、直近の目標として年内までにマイナス2キロ。おお、素晴らしい。いいね、いいね。それでいきます。 OK。 そしてなんか長期連休でさ、何キロまではなっていいとか決めておくのもいいかもしれないね。まで OK にする。おお、いいね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 。そうするわ。OK。で、そうしたら、そっから誕生日までに 3.5? 3.5 ってやばくない？ちょっときついかもしれないね。までにしとこうか。いいね、いいね。よし。いいじゃん。いいね、いいね。素晴らしい。嬉しい。いいね、いいね。ちゃんとさ、連絡するとさ、絶対なんかさ、変われる自分がいる。それが嬉しい。それは私も嬉しい。もう嬉しい。いや、なおぽんは本当に行動力も早いし、こういう決断も早いから、すごいよ、本当になおぽんは。こうやってさ、目標をしっかり立てたりしたら、三日坊主になる気はしない？また三日坊主になりそうな不安もある？なんかやっぱさ、初めて1週間のその1週間の過ごし方がすごい私的に大事なと思ってて、この1週間を乗り越えたら大丈夫な気がするんだけど、やっぱり今までのサイクル的に4日目ぐらいで1回波が来るから、あー、そうやって目標立てたけど、まあいっかみたいな自分が出てくるから、そこと戦って打ち勝てば多分年内までは多分大丈夫。そうか、そうか。じゃあこの1週間のね、なんかさ、やっぱさ、目標もさ、彼氏を作るから痩せようとかだとさ、なんか叶うかわからない目標になってるから、確かに痩せて可愛くなって彼氏ができたらまあ一番いいんだけど、目的が彼氏を作るだから絶対とは言えない目標だから、そういう時に揺らぐ自分がいる。なんか、あ、どうせ叶わないかもしれないから、まあいっかみたいな。でもなんか今みたいな目標の立て方をした方が、絶対に死なない限りその日は来るし、確かに性格的にはこっちの方が合ってた。ああ、いいね、いいね。だってもう見てわかるもんね、体重計とかさ、測ったら、ね、うん、今まで自分がそういう目標しか立ててこなかったから、目標の立て方を変えてみて、あ、意外とこっちの方が合ってるかもっていう新たな自分に気づけたから、私はこっちの方がいいかな。いいね、いいね、よかった。一個解決だね。ね、誕生日楽しみになるね。そしたら、そうね。なんだけどさ、じゃあこれで三日坊主解決かな。つまりなおぽんの場合は、しっかり目標を立てることなのかな。なんかそれも無理しないで、
大きな目標を達成するために、うん、そこに向かって細かく分けていくのがあって、そうだねそうだね。え、じゃあこの1週間でもしつまずきそうになったらどうする、どうしたらいいかな。つまずきそうになったらえみさんに電話しようかな。どうしよう、いや私はね実際それが一番いいと思う。忙しそうにしてたら、うん、どうしようかな。ヨガに行けば代謝が上がってるから、なんか吸収率が上がるっていう話もよく聞くし、割と抜くことが多いからゆる卵とかは食べるけど、だから迷った時はヨガに行くかな。うんうん、本当だね。運動するのもいいよね。うんうん、あとあのエイミーちゃんの1週間プロジェクトをやろうかな。あ、いいねいいね。やってみてやってみて、ちょっと私も様子見で連絡するわ。4日目にね、うん、そうだねそうだね。よし、じゃあこれはバッチリだね。解決だ、うん、三日坊主。三日坊主解決。うん、それは良かった、うん、確かに。なんかさ、次の話にもつながるかもしれないけどさ、うん、結果がすぐに出ないと諦めてしまうことってナオポン言ってたじゃん、うん、でも本当にそうだよね。途中でさ、こんなに我慢してるのに、こんなに運動してるのにって思ってもさ、体重が下がらなかったらすごいへこむよね。へこむ、うん、なんかへこむし、あれなんですよね、すぐには結果には出ない。お、確かにそうだね。なんかたった1日半身浴1時間頑張ったところで減る体重なんて多分 200g とかだし、たった1日ウォーキング頑張ったところで、ね、結果になんかすぐに出ないのに、うん、その1時間で私は頑張ったって言い切ってた自分がすごいなって思う。そんな風に。いやでも何よ何よ、こんなに頑張ってるのにってさ、忙しい間時間を縫ってさ歩いたりさしたらね、なんか頑張り方が違うなって思う。そんな1日に1時間じゃなくて、じゃあその1時間を1週間で10分ずつやればよかったなとか、うん、おー、頑張り方を間違えてたのかなって思う。すごいね。確かにそうだね、そうかもしれないね。やっぱなんかダイエットしようって思うきっかけって結局痩せたいとか、うん、今すぐに変わらなきゃみたいなのが多いけど、毎日コツコツ貯め続けた体重を一気に落とすのは無理。名言がね。確かにそう言われてみればそうだね。今まで何年もかけて自分に甘んじてきた行動をたった1回1時間で変えられたらみんな変わってる。なんか逆に先生みたい。だから1ヶ月かけて3キロ落ちた時は本当に嬉しかったし、でも今まで努力してこなかったような努力の仕方をしてきてたから、まあ、そりゃそうだってなった。はい、やってみて、あ、1キロ落とすのってこんなに大変なんだ、増えるのは簡単なのにっていうのを実感してからは、結果がすぐに出なくてももうちょっと我慢しようかなっていう風になれた。すごい、それは良かった。確かに短期で痩せたし、うん、ちょっと途中ね減り悩んだこともあったからこそのナオポのセリフだね。リバウンドに何か言う言葉じゃないけど。目標をここでまた立てたので頑張ります、うん、本当だね。ナオポの言う通り、結果はすぐに出ないってどっか頭に入れといたらいいのかな。結果は出ないからちょっと続けてみようって思えたら、いつか結果が出るってことだ。うん、でもどうしたらいいんだろう。なんか苦手かもしれない、コツコツ何かを頑張り続けるのが。なんか例えばこれが鉄棒みたいにコツコツやり続けて逆上がりができたとか、うん、昨日までは鉄棒にビッて登れなかったけど今日は登れたとか、うん、目に見えて分かる変化があったら、うん、あ、今日ここまで行ったから次これ頑張ろうみたいなのがあるんだけど、頼りにするものがその数字だけっていう、体重だけ、ね、だから大きく変わらないし、うん、地道に なんとかのところがちょっとだんだん軽くなって、うん、で1のくらいやっと数字が変わって、うん、でもまたこっちのやつは9からまたこうやってなってて1のくらいが変わった時は嬉しい。本当に嬉しいよね。なんて、うん、2の時とか、もうすぐだ、明日行くかみたいなね。あと10分後にトイレ行ったら 0.1 ぐらい減るかなみたいな。、うん、なんかね、やっぱ毎日ちょっと話がそれるんだけど、うん、毎日体重計乗ってたら、う
なんかトイレに行く前と後で何グラム減るのかが分かるなって自分の中で。おーすごい。そうだから、あ、そんだけトイレ行くだけでも消費されてるんだって体重が。でも水分取らないでトイレ行っても何も出ないから、やっぱそう思うと水が大事だなっていうところにたどり着いた。あーすごい、いいねいいね。確かにね、水飲んでね循環良くしたら老廃物も一緒に出てくれるもんね。うん。結果が出ないと諦めるってね。でもきっと多分自分に甘いからだと思うな。それは考えが甘かったり、うん、結果を求めすぎてるから、なんかインスタとかで見てて、うん、6ヶ月で8キロ落ちましたとかよく流れてくるし見るんだけど、その6ヶ月っていう時間が意外と長い。そうだね。でも画像で見るだけだと6ヶ月かふんふんできそうみたいな感じで思って、いい話ばっかりインスタで見ちゃうから、あれ私もうすぐあれから6ヶ月経つけどみたいな風に。あ、だからそのインスタ見ても前と今とじゃその見方が違う。あ、6ヶ月頑張ったんだなこの人すごっていう風に思える。そっか、すごいね。全然違うね。考え方が変わったかもしれない。解決かな。なんかでも本当にナオポンが言ってたみたいに、すぐに結果が出ないって頭のどっかに入れておくって大事かもなって思った、うん、ね、明日変わるものって思いがちだけどさ、そうじゃないから頑張ってみようって思える心大事。そうだよね。じゃあこれは解決かな、うん、解決。よし、はいはい。ダダン、お尻が大きいことって言ってましたね。ナオポン、はい、今でもちょっとコンプレックス、これは、うん、ヨガのインストラクターさんが、うん、お尻を鍛えると見た目がスッキリするっていうのを言ってて、うんうん、鍛えるならお尻から鍛えた方がいいのかなってちょっと思った。だからまずダイエットして、うんうん、見た目から変わりたいって思った時は、お腹からお尻にかけての、うん、何だったっけ、腸腰筋、そう、なんか骨盤と筋肉をつなぐなんか大事な、うん、うんうんうん、きっとそれだね。そこを鍛えると、うん、なんか多分一番スッキリするみたいなのをインストラクターさんが言ってたから、うんうん、ちょっとねこれを今回の新しい目標に向けて、まずはお尻とお腹を鍛えようと思いました。おー、いいですねいいですね、うん、確かにダイエットにいいよね、代謝アップするしね、うん、ナオポンはさ、お尻大きい気になるってさ、どういうタイミングとかさ、何が気になるの、形とか。ね、初めはもともと気になってなくって、なんか部活も今までやってきてたしダンスもやってたから、あんまりスタイルに関して悩んだことがなかった。うん、そうだよね、超スラッてしてたもんね。ね、いつからこうなったって感じだけど自分が特別スタイルいいわけじゃないけど、うん、まあ、特にスタイルに関して悩みはないかなぐらいな、ずっといたんだけど、友達と撮った写真を見て衝撃だったの。なんか、あ、私ってこの体型なんだみたいな。え、そうなの？そう。なんかピタッとしたドレス着てたとか？なんかね、冬だったんだけど、で下が茶色のニットのロングスカート で上が白のパーカーかなんか着てた写真があって、うん、もうそれ見て衝撃で、嘘みたいな。そうなの？もうそれ見て、あ、痩せなきゃってなった。まあ、そうなの？そう、この写真がきっかけで私はお尻を痩せたいって思ったんです。あー、そういうことか。だからやっぱりきっかけがね、うん、どの写真を見て自分を奮い立たせるかっていう、そしてその写真はなんか恥ずかしいかもしれないけど撮っとくべきだと思う。あー、確かにそれはすごい思うかも。もうお蔵入りでも何でもいいから、自分、うん、普段自分の目のつかないところでもいいから、うん、捨てずにどっか保管しておくと、一通りダイエットが終わった後に、うん、あ、こんなに変わったんだなっていう、うんうん、過去のなんか恥ずかしさが、うん、すごい一気に自信になる時が来る。いや、本当にそうかもしれない、うん、はい、解決これ。はい、一個さ、おすすめトレーニングがあって。何？私もお尻めっちゃ大きくて悩んでたんだって。え、めっちゃちっちゃいじゃん。いや、大きいよ。違うよ大きくて、でなんかその足も短いし、ケツでかいしって感じで、すごいコンプレックスで私。だからすごい常にお尻プリって上に上げて歩いてたのね。だからなんか普通に力抜いて普通の姿勢を取るとお尻ブリンって下がって、すごい今で
てか下にだるんってなってて、そうでもね、なんかすごい最近お尻の大きさがそんなに目立たなくなってきて、っていうのもなんかさ、大天使ってさ、ナオポン知ってるよね多分。ああ聞いたことある。うんうん、なんか太ももの上の方のさ、ジーパン履くときに突っかかるようなところ、うんうんうん、あそこもなんか引んだのか、サイズは変わってないんだけど見た目がすっきりしてきて、うん、すごい。骨盤とか股関節をほぐすとすごいいいんじゃないかって思ってて、そうだからね、ナオポンってやってほしいのが一個あるの。はい、ありがとう。で、仰向けになって両膝立てて、はいはい、そしたら右足だけ上に上げて、でつま先ピンって天井に向けて、そうで、そのまま真上に向かってちっちゃい円を描くように足をくるくる回す。こう？あ、そう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 。できるだけ綺麗な円を描くように、骨盤は動かさずに円描ける。どれぐらいの丸？どうだろうな、2、30センチぐらいかな。あ、でも骨盤動く気がする。あ、そう、つま先に綺麗な円を描けてる？描けてる。つま先っていうかお父さん指。あ、いいねいいねいいね、オッケーオッケー。反対回しも大丈夫そう？反対回しには描けない、なんかひし形になる。うんうん、そうだよね、結構いびつになったりするんだよ最初。こっち回りは割と、こっち回りが、ね、なんかあれだね、スピードがある方が描けるけどさ、スピードに乗せない方がいいんだよね、うん、きっと。そうだね、もう股関節から回したいから、スピードよりも股関節のスムーズな動きを感じたい。そうかな、ちょっといびつかもしれないね。うん、いびつ、こっち回りめっちゃいびつ。あ、いいねいいねいいね、もうちょっと大きくしたりできる？どういうこと？あ、いいねいいねいいね、あ、綺麗じゃん綺麗じゃん。でもね、反対回りだって、反対回り。あ、急に。急に直線描かれてるね。そう。あ、本当だ。うん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 。え、そのまま反対足も見たい。ありがとう。で、骨盤が動いちゃうよね。こっちの方が描きやすい。うんうんうん、綺麗だね。ちょっと左斜め上ぐらいが描きにくい。そうでもない。この辺でしょう。あ、そうそう。いく。ねえ。反対回しはどう？お。ちょっとだけ描く描くぐらい？うん、スムーズではないかな。でも綺麗になってきたね。このね、ストレッチっていうか、この股関節動かすのをやり始めて、すごい足の形とお尻の形変わってきて、ぜひやってみてほしいと思ったの。やってみよう。お尻も解決かな。解決、今のめっちゃいい、やります。あ、よかった。うん、綺麗に描けるようになってくるまでちょっとやってみて。うん、でもさっきのなんか遠隔やってちょっとだけやっただけなのにめっちゃ筋肉痛みたいな感じがする。お、いいね。どこが？足？足ってか太もも。あ、いいねいいね。ここが、うんうんうん、いいねいいね。そう、足も結構きついよね。うん、しかも足上に上げてるだけで結構次の日楽になるしね。ね、ちょっとこれやるわ。うん、うん、やってみて。よし、じゃあ次で最後か。はい、4つ目の悩みです。ダイエット中のメンタルコントロールです。多分、うん、どのダイエッターも絶対ここに行き着く、1回は。確かに。多分もうモチベーション上げ続けて、よしよしよしできるできるってやってくダイエッターさんはそんなにいないと思う。みんな多分どっかで心なり体なり挫折する。確かに。私はそれをダイエット本気で開始して4日目で感じたから、うん、エイミーちゃんにあの48時間のサイクルを教えてもらってからちょっとメンタルが落ち着いたかもしれない。なんか頑張ったことが結果に出るのも48時間ぐらいって私はちょっと思ってたから、うんうんうん、だから頑張った次の日結果が出なくても、うん、まあ2日後期待しようかなみたいな感じで思えたから、その48時間っていうこの仕組み、うん、
うん、教えてもらってからは気が楽になった。食べちゃっても、うん、あの48時間以内ならまだ取り返しがつくとか、うん、思えたらなんか食べても罪悪感を感じにくくなった。あーそうだねそうだね。なんかね、うん、それ知らないとやっぱりね食べちゃったことにがっかりしちゃったりするけどね、うん、また明日の朝から頑張ればいいかって思えたらね全然違うよね。うん、それは確かにそうかもしれない。なんかそれを知ってメンタルのコントロールがしやすくなったから、うん、私はそこで一つまず解決する策を身につけたっていうか。いいねいいね。食べ物との向き合い方はそれでうまくいくかもしれないね。うん、あとは食べる順番かな。食べ物といったら野菜を食べるようにして、最初になんかやっぱり品ずつの食べ方がやっぱり私は好きじゃなくて、だから三角食べ、あれ食べてこれ食べてこれ食べてまたこれ食べてっていう三角食べがやっぱり好きだから、うん、それをするためにも一番最初は野菜って決めてて、あそれはね守ってた今も。え、本当それはすごいいいよ、うんうん、ねえ、いやダイエットにもそうだしね、体にもすごくいいからね、血糖値やっぱ一気にバーンって上がるよりね。野菜からは今でも守ってるかな。すごいね、何本続けてることいっぱいあるね。うん、意外と、うん、でも体重計はでかいね。体重計はでかい。でね、測り続けるとね、いいよね、やっぱ。自分の体調管理にもなるしね。じゃあ、48時間がポイントってところだね。はい。あとは、体重に振り回されそうになるときは、すぐに結果出ない。あとなんか、そう、すぐに結果出ない。それはしょうがない。みんなそうだから、うん、あとなんか、あ、体重増えたなって思っても、うん、まあ、メンタル的に、あ、でもなんかお腹痩せた気がするみたいな気がする気がするなみたいな昨日よりちょっとシュッとしたかもみたいな思い込みみたいなところが半分あるけど、うんうんうん、まあ、でも体重ちょっとだけ増えてるけど見た目が変わってるからいっかみたいな、どっかで逃げ道っていうか作ってたかも。いいねそれ。確かにだってね、体重じゃないもんね実際。本当に見た目がねすっきりしてたらそれが一番いいもんね。自分でコントロールしちゃうだよね。あとなんか運動した後体重が思ったより落ちなかった時は、あ、これは筋肉に変わってくれたんだなっていうポジティブシンキング筋肉の方が重いしねってそう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 、だね、うんうんうん、いやそれもちょっと思った、ね、本当に確かにどう切り替えるかだよね。でもやっぱり誰かに話せるのが一番、うん、私は良かったかな。なんかストレスもそうだけど、うん、なんかそこに、え、それはさ、ナオポンが自分に甘いからじゃないとかじゃなくて、うん、ただそうだよねって聞いてくれるだけでもすごく救われた、うん、メンタルは。それはそんなこと言ってる？うん、ありがとう。そうか、本当？でもね、なんか共感してもらえるの大事だよね。そういうなんかダイエット仲間とかもね、いるとまたいいのかもしれないね。うん、本当に。なんかできればそれも同じ境遇でとか、うん、似てる人がいると余計なんか燃えるかも。確かに。あの人も頑張ってるから私も頑張らなきゃ、にもつながるし、うん、あの人綺麗になったら私もそうなってんのかなっていう希望にもなるし、うんうんうん、なんか切磋琢磨じゃないけど、うん、話しながら一緒に頑張れる人がいると嬉しいかも。最後までご視聴くださりありがとうございました。この後はナオポンと一緒にダイエターのみんなで切磋琢磨できるようなプログラムについて一緒に考えていったりとか、他雑談に入ってしまったのですが、こんな感じでナオポンとはプログラム中も楽しくダイエットをしていました。今日はダイエットの成功者であるナオポンだからこそのためになるお話が聞けたのではないかなと思います。この動画が良かったなと思っていただけたらグッドボタンと、そしてダイエット一緒に頑張りたいと思っていただけたらチャンネル登録もお願いします。また、お悩み相談の募集はインスタグラムにて行いますので、そちらのフォローもお願いします。最後まで見てくださりありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。